ちゃおう。うれしい。ドン。来たんですよ、坂本じゃん。よいしょ。カメラマンは、トルちゃんです。イエーイ。今日の企画は何？今日の企画なんですけど、例えば、じゃあ、坂本さん、これって大体何キロあったんですか？キロもねえな。これって何キロあると思います？これ、はい、で予想できるじゃないですか、うん、でそれを今から僕ら今こう体重計を持ってきているので、うん、今からサイコロの数の合計のした体重を、うん、あキロを自分たち今、ね、桜子にいるんですけど桜子の中から持ってきて誰が一番近いのかなっていう、うん、近くを当てられれば、うん、遠いやつはダメだよっていう罰ゲームは罰ゲームですか、うん、まあ、でも第1試合はここでね、はい、坂本さんがじゃあ1試合2試合目だから、これのまずはじゃあこの桜子を使ってるから、はい、桜子の中の罰ゲームドリンクを飲む。そうですね。で、こっちにしましょうか。こっちにしましょうか。やっていきましょう。まあ、せーの、イエース。スロースターター。ということで第1回、じゃあドルちゃん、サイコロ回してください。第1試合スタート。キュン。9キロ。行きますか。結構重いの。1個のものしかダメ。1個しかダメです。9。制限時間は5分。5分測ってください。89。88ですか。88。ものは何ですか。椅子です。じゃあ乗ります。頼む。96だもん。あ、ちょ、98キロ。ちょっと待って、97かな。7。やば。97だ。あ、だ、8だ。8。やば。俺すげえ。すげえ。俺強いわ。次、A ちゃん。持ってきたものは。強めの扇風機。さっき出たでしょ。強めの扇風機。いやーこれマジ。いやーこれマジ。七十。今70だね。はい。いくよ。77。77。7キロ。7キロ。え、本当7キロでした。すげえ、本当7キロだったじゃん。坂本さん。坂本さんはマージャンパイ。マージャンパイ。マージャンパイ。それ一回乗せます。そのボンと。三キロ。二回戦。続いての目標体重、目標キログラムは。次はサイコロが3つのものが2つまで。行きまーす。また9だったらもう分かりやすい。はい。14。14。2個で14。77。これ2個。だから19じゃない。3と4。はい。14。使ったものは使える。使ったものはね、人が使ってもらってダメです。はい。じゃあ僕から。 MJ が持ってきたものは何ですか。このストーブとこのやつ。はい。立って14キロです。持ったまま乗れよ。でもう一個立てない。4 104。84。カラオケスペックですね。本当俺これとその椅子持ちたい。その椅子行きたいんですよ。そうです。どっち行くっすか。いや、その椅子ありで、はい、これ多分10キロぐらいしかないんですよ。おう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 。10
1。あ、すごいやばい。11。そのまま乗して、これで多分ちょうどいいはず。ちょっと倒れないよ、倒れない、倒れない。ちょっと待ってよ、バランス取って、バランス。うわ、めっちゃいいところいってる、これこれガチでいいところいってる。16。ちょっと待ってよ。顔顔あ、いい。逆じゃないですか。おい、16じゃないですか。16。ちょうど網目で見え、16だね。一緒、16。一緒だわ。最後、坂本さん。テレビはこれね、絶対オーバー。これ坂本さん、14件になる。テレビ、テレビ、たぶん、いけ、あ、いけないですか。見えない。あ、たぶん、ギリ見えない。ギリ見えない。見えないです。どっちも、どっち、坂本さん、坂本さん、坂本さん、先に、こっち、先にこっち行けばいい。107、107かな。107から、テレビを引きます。坂本さんの体重を引きます。107、引く。83。107引く83、24。すごいじゃん。これ24キロあんの。まあ、そこに死ぬあるけど、坂本さんもこれで終わりだね。終わりだから。残り2回戦はまた別の場所で、その場所でやってくるので。とりあえずこの2回戦は誰か負けた。坂本さんが2回負けましたね。ということで、モーリーさんに特別なドリンクをいただきましょう。それを飲んで、3回戦でいきましょう。じゃあ、坂本さん。はい。罰ゲームをお願いします。一味一味七味浮いとるし。本当に辛いんですか。ちょっと一味、いや辛いですか。いや辛いですか。喉痛い。うわー、絶対飲みたくない。そのうち飲むようになるから。うわ、いや絶対やりたくない。うわ、すごっ。飲み切ってもろて。辛いですか。うわ、喉が痛い。喉が痛い。なんでだろう。喉が痛い。顔やば。あずらした。うわ、やば。あざした。絶対やばいでしょ。はい、ちょっと月日は経ちましたが。あれからどんだけ経ちましたかね。1ヶ月半ぐらい経ちましたね。1ヶ月半ぐらい経ちましたかね。そんなもんかな。1ヶ月は経ってるんですかね。ってことで3回戦よいしょやっていきたいと思います。 OK。 3回戦はまたゲストが登場します。よいしょ。どうぞ自己紹介を。はい、さくらこの常連のともやぶと申します。よろしくお願いします。お願いします。概要欄にツイッターとか載せましたっけ。載せますね。親子さんはね、東海オンエアの聖地巡りを本当にやってて、なんだろう、本編東海オンエアのファンの人でも知らねえなここっていうところ全部言ってるから。マジですごいです。本当にツイッターの、ね、アカウントに、ね、載せとくんで、マジで絡んだら東海オンエアのことだったら多分本当に分かる。すごいですよ。ありがとうございます。
ということでルール説明をしたんで3回戦やっていきましょう。次はサイコロ3つで数字を選んで物も3個持ってこないといけないです。やばいです。いきます。じゃあサイコロ振らせていただきます。ドン。ピントロ。ピントロ。1が1個100なんで 300g ですね。300g なんで分かりやすく言ったら100、100、100でパンってのしたらまあそういうことね。でも5、5、290とかでもあるからね。300ってでも感覚でもちょっとむずいですけど、いきますか。 OK、 よーい、スタート。よいしょ、レッツゴー。タイムアップ。まあ5分間皆さん 300g も食べたと思うんですけど、めっちゃ食ってる。シュガーラスクいっぱい食ったから。シュガーラスクっすか。ちなみに自信がある人はいますか。いや、います。最初じゃあ A ちゃん、そこか。これ別カメラで撮ったやつ。いやこれちなみに見ますか。え、横に置いてほしい。見えない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 。めっちゃ超えてる、めっちゃ超えてる。うわっ、これやっぱ超えるか。いきます。じゃあ僕いきます。はい。卵つながる。わ、この215。俺この本一冊分じゃん。そうっすね。でも近いよね。近いですね、うん、今一番近いですね。僕マジ自信あるんですよ、これ。最後ゴミっす。おぉ、おぉ。うまくないですか、僕。うまいっす。いくつ ?334 っす。おぉ。おぉ。ズルした、ズルした。してないっすよ。全然。MJ が一番近いね。そんなわけないもん。全然。そんなちょっとのズレとか、そんなわからんもん。MC にはそんな座りないし。今の順位を。僕が1位ですね。で、僕が2位です。いやいや、あれ、1回目はどっちも坂本さんでしたっけ。どっちも坂本さんが1位。あー、で、次3回目はめっちゃ出てるね。僕全部1位じゃないですか、逆に。そうだね。僕全部1位ですよ。センスいいっすよ。お前が全部一緒だよ。してないっすよ。こんななんかずっと連続1位なんかどういうわけねえやん。マジ奇跡っすよ。さっきちょこっと乗しとったもんね。乗してないっすよ。乗してないの。4回戦目。サイコロ4つで。乗せるものも4つで。4つ。いきます。これでまた1位1位したってすごいっすよ。ドン。お、13、1.3kg。 1.3kg ですね、13なんで。今から4つのものを使って 1.3kg を目指しましょう。はい、よーい、スタート。4つで 1.3 1.3 ってまあまあ重いっすよ。タイムアップ。さあ、自信のある人から。はい。また、あれでしょ、自信。今回はマジなんです。今回だってさっき あのテルマエロマ1巻2巻で 400g だったわけ。はい、まあそうですね。ってことはそれと比べればおのずと見えてくるわけ。まあそうですね、うん、おおいい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 すごい、これはすごい、すごいじゃん。いや、すごい純粋すごいの出ましたよ。めっちゃ嬉しいじゃん。これもうちょっとあれですね、飲んでたら少し変わってるかもしれない。あ、そういうことか。ホーリー一個とかでもそういうことだよね。すげえ、すごい。次僕行っていいですか。はい。正直自信あんまないんで。俺も全然マニュアルあるやん。うわー、出たらお前罰ゲームだよな。あ、違う、やばいわ。お茶が倒れる。お茶が。いや、これ。乗らなかったら落とす。乗らなかったら落とす。積み方もあれだよね。あと600g さ。
500。これついてる。あ、ついてます。あ、じゃあずるじゃん。ずるだわ。これはずるだわ。すごい。1302。すごいじゃんお前。すごいじゃんこれ。俺ダメですよ。すごくないですか。すごいじゃん。すごいわ。すごいっすね。これ勝負っすよ。今誤差50っすよね。あ、全然ない。165。275。全然ダメだ。あかんあかんあかん。ダメだったこれ。400。さっきだったらよかったね。これ503。全然足らない。倍以上ダメだった。めちゃくちゃおもろいっす。ってことで。3回勝負、3戦目、4戦目負けた友山さんとエイちゃんに最後罰ゲームで桜子オリジナルスーパー元気もりもりジュースを飲んでいただきたいと思います。まあ、でも、まあ、でもこれはもうあの友山さんから選んでいただいて、これはないと思う。でもカツユースハチューカツユースハチューやー、えー、罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲーム。感想お願いします。すごい、なんかすごい動きになってる。すごい動き。辛いよ。え、だって俺のもうこれ全部辛いやつだ。うわすごい。友山さんもう辛いんですよ、だってしっかり。あーすごいじゃん。汗が一気に出てきてる。スロースタート。はい、ということで第4回戦まで終わりました。皆さんどうでしたか。坂本さんはいないですけど。いた。汗がやばい。これは色もあるし、痛いし、痛いし。次はちゃんともっと戦術を戦いしましょう。はい、すいません。またこの企画はまたやると思うんで、はい、桜まで。またここか。またのカラーが飲まなきゃね。ここマジでできるじゃん。そう。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録をお願いします。概要欄にツイッターのコンテンツのところをお願いします。友山さんのツイッターも載せるので皆さん見てください。それでは皆さん、さよなら。